君の名は SF なんですよ。というのはその科学的な縛りですね。例えば複雑に混じってる世界線とかですね。タイムパラドックスの矛盾とか。あとィアマト彗星の軌道とか。そういう科学的な縛りっていうのを全部楽しんでるんですね。で、楽しんで使いこなしてると。この感覚が SF 特有だと思うんですけどもですね。で、さっき話した中でベタっていうのは何かっていうと、そのわからない人にもわかるような感動させるような表現っていうのをベタっていうふうに呼んでるんですけども。 作家制の諦めというふうふに僕は言ってました。それは自分の中のです、ね、ストーリーとかテーマが持っているものを作家性にするのではなくてです、ね、自分が持っている絵ですね。 絵の力、あの絵の表現力っていうのを作家性というふうに決めてドラマ部分っていうのはもうあえてベタの方に思い切って持ってっちゃったというところが「君の名はのです、ね」のすごいところだと思います。で絵の力っていうのは例えばどういうものかっていうと「君の名は」に出てくるタイムラプス表現っていうのかなタイムラプス的な表現でどん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 その日が昇って日が沈んでるところを早回しみたいにして見せるんですけどもあれはですね「その i r a というアニメの中で例えばバイクが走る時にバイクのテールランプがビュー ずっと後を引くストリーク表現というのがあるんですけど、ストリークってのは何かというともともとビデオカメラのですね。そのカメラのレンズの奥にある光学センサーの限界で発生するものなんですね。ビデオカメラの中の光学センサーの処理。速度がちょっと現実に求められているより遅いから。 光っているるものがが動いいいいたら、それがを引いててようう。に見えてしまういわゆるビデオカメラの決定なんですけどもアキラという映画はそれをバイクが走るシーンに入れることによって逆にリアリズムを出したとで同じようにですねその「君の名は」もタイムラプス的な映像を入れることによってリアリズムを出すつまり僕らが持っているリアリズムというのは現にどういうふうにものを見てるのかではなくて日常的にどういう映像を目にしてるのかによってできてくるというわけですね なので、あえてビデオ風に荒くした画面の方がリアリティを感じる場合もあるし、さっきも話したようなストリーク画面とかですね、あとはタイムラプス的な画面っていうのはアニメの中で、あえてやられてしまうことでドキッとするぐらいリアリティが出るわけです。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。